寒い。端っこの人おかしい。左端の人なんかおかしい。歩き方おかしいやろ。この人ベロベロベロンベロンや。ベロンベロンや。ベロンベロンや。けどいつもこういう声が隣の部屋から聞こえてたから今日はちょっと嬉しいかな。あ、そうなの。うん。俺毎日ギター弾いとったら隣の人もうこういう感じだったけど逃げていったとかもう引っ越したり。ギターで引っ越すんや。うん、引っ越した引っ越した。本当に。え、なんで懐かしい。え、だって初めて伏見に来た時ここ行った。初めてというか先週も来たことない。いや、でも初めて伏見に行った時にけどでも中入ってないで前は。けど何回も行ってるよね。いや、行ってない行ってない。あ、本当に、うん、あ、1回ぐらいしか来てない。あの、出演者じゃないよ、さとこさんと初めて行ったよ。さとこさんと。え、それ以降来てない。来てない。あ、本当に。自転車借りたけど。じゃあ懐かしいね、自転車借りたけど。じゃあビールと、ビールとあれやね、そんなにあれやし、そんなにあれ、そんなにあれやし、そんなにあれやし、高いの買うわけにはいかない。けどやっぱあれじゃない、働いてていろんな飲み会とか行きまくってるから。ああ、そう、本物のビール以外ビールと認めない感じなんじゃないかな。そうなんですか。そんなことない。あ、本当に。あれば飲むだけ。ああ、発泡酒なら許せるけど第三のビールやったらぶん殴られる感じか。あ、ないな。何が？淡麗のパックがない。淡麗とかグリーンラベルのパックがない。ああ。え、なんで淡は？全然ひよってないですね。じゃあグリーンラベルにする？どれ高いのでも。これ。いや、やっぱ本物にする？うん。好きやね。けん。すみません。あ、すみません。どうしようかな。あとウイスキーと。ウイスキー。まずね。ウイスキー。うん。しちゃう。こっちで買った方が良くないことはない。こっちでもこれ買った方が良くない。これも飲みやすいけど。けど、西坂さんこれ以上飲ませて大丈夫かな。知らんけど、まあいいや。パイヤーちょっとかもしれないですね。まあトイレ掃除好きやし。うん、やっぱ掃除はしていこう。ひよっちゃダメや。じゃあグリーンラベルにする。トイレで履いてくれたっていい声。まあそうやね。本当にそうや。あ、履くときトイレで履いてほしいです。履いたことないですね。あ、本当に。じゃあ完璧じゃないですか。ベロベロ酔って履かないって完璧の体質じゃないですか。履けない。酔っ払ったらトイレでしか履く。あ、本当に。本当にで。本当に履く。トイレじゃなくても履く。そうや。最悪なときは。そうや。よく履くんですか。飲みすぎたら履くね。カメちゃん履きますか？履いたことない。あ、そうなの。カメちゃんはあ、こうベロベロにならないようにコントロールできてるような気がする。私もコントロールできてる。なるほどね。なるほど。じゃあどうしよっか。ウイスキーとグリーンラベルにする？グリーンラベルと割るなんか安い飲み物。割るってウイスキー割るやつ？ウイスキー何人で割ろうか。炭酸水とかかな。いや、ここら辺になんかアップルジュースとか安いのね。アップルジュースと割ったら美味しい。
まずくはないやん。そっか、何と割りたいですか。いつも割ってますか、ウイスキー。ストレート。あ、じゃ あいいか。でも今の状態でストレートで、いや、今日関係ないじゃないか、量だから。酔っ払って、うん、たらきつさがわからんくて、あ、飲みすぎる時があるけど、多分薄かったら薄いとかって言って怒るんじゃない。怒らないですよ。そこまでどんなイメージなんですか。めっちゃすごい。じゃあ薄いタバコ吸えとかって。迷惑かけるから。え、な、迷惑とかかけないですよ。かけないですけど。嘘嘘。お金がかかる。あ、お金はかかりますね。今貧乏だから。ですね、タバコ高いもんね。ビールとウイスキー。グリーンラベルで怒られないかな。グリーンラベル半分とカクテル半分買う。あ、そうか。3本3本買っちゃう。こっちロング缶を3本買う。で、あととカクテルというか、カクテル3本。何がいいんやろ。氷結でいいんやろ。氷結順番に買っていた。これあとこれも買おうか。ストロングの方がいい。けどな、それ氷結って大体全部味一緒じゃない。レモンとかグレープフルーツ。これストロング。いや、けどストロング美味しくない。でも葉っぱはある。いや、アルコール度数の問題ではないけど。そうなのか。あ、何ですか、何がいいですか。あ、カルピスとマッコリ、これ2本くらい買おうか。氷結そんなにいらないんじゃないの。そんなに美味しくないと思う。一番これ飲んだことある。あ、ストロングか、うん、それは結構美味しかった。はい、レモンはやめとくか。あ、打てないやん。残念やん、ね、じゃあどうしようかな。他に梅酒的なカクテルとか。あ、愛媛旅館あるよ。いらんのにやろう。桃のカクテルとか、いちごとかあるけど。 3% って見ると悲しくなるよ。なんかキセルされてる気がするよね、うん、それは確かにある。やからけどやっぱ味の問題じゃないかな。味なんかな。え、タスフォー24歳です。なんでタスフォー作らないんですか、24歳の。あ、ちょっと手続きがめんどくさくて。やっぱな、女優は違う。女優は違うわ。